ユナイテッドシネマシネプレックス平方ユナイテッドシネマ。平方は大阪府平方市にてユナイテッドシネマが運営するシネマコンプレックス。2006年に角川シネプレックスの運営でシネプレックス平方としてオープンし2017年に玄関名に改称した。シネプレックス平方のオープン2日目に来館したい順義大阪府平方市高野の道のショッピングセンター。 ポレオ平方の各施設として2006年12月9日にオープン。シネプレックスとしては11店目であり、関西地方としては唯一の店舗だった。オープン日には武士の一部出演の断例翌12月10日には王の男出演のイジュンリーが訪れ舞台挨拶を行っている。2013年にシネプレックスが ユナイテッドシネマに吸収合併されて以降もシネプレックスの野豪で継続したが2017年12月7日にユナイテッドシネマに野を変更された大阪府内としてはユナイテッドシネマ岸和田に続く2サイト目である全球スクリーンのうちメインスクリーン含む3スクリーンにシネプレックス独自の音響システムである HDCS を導入している また2015年12月16日には、シアター6が4デラックスシアターに転換された。かつての平方市内には1943年開業の中宮の映画劇場をはじめ7スクリーンの映画館があったが、1990年代頃までには、すでになく、本シネコンが同市内としては、久しぶりの映画館となった。なお、平方市内のシネコンは、当館と、 東方シネマズクズは、モールの2サイトがある。のある館は、HDCS 導入館当館と同日に、オープンした、新宿ガーデンシネマのオープニング作品でもあった。1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。AB、シネプレックス平らかたから、ユナイテッドシネマ平らかた22月7日、リニューアルオープン、ユナイテッドシネマ、 h t t p s w w w u n i t d c i n e m a s j p i m g r e l e a s e 2 0 1 7 2 0 1 7 1 1 2 4 1 1 7 p d f 2 0 1 8年5月19日閲覧シネプレックス平方にて舞台挨拶決定。映画、武士の1分公式ブログ。 ヤフージャパン、2013年12月19日閲覧。イジュンギカンソン4舞台挨拶決定。王の男。角川、2013年12月19日閲覧。ユナイテッドシネマ4デラックスが、全国11劇場に。ユナイテッドシネマ。 http://www.unitedcinemas.jp:/img/release:/2015/2015/11194.pdf2016 年12月21日日閲覧 ?ab、平方今弱中宮の映画劇場、広報平方平方市2012年4月。 22ページ、2018年5月19日、閲覧。映画年間戦後編別冊全国映画館6962本図書センター、1999年。ありがとうございます。